数学コーチャーの林です。今回は第268回、準2級2次資格4番の問題の解説に入ります。ではまず問題の方を確認してまいりましょう。長方形 ABCD、 AB が3、それから BC が5センチですねとします。右図のようにそれぞれ AB を X センチ伸ばして P、BC を X センチ伸ばして Q というふうに作り、長方形 PBQR を作ります。増えた部分の面積を S とします。それを条件に、括弧5番、 S を X を用いて表しなさい。まあ大きい面積から、大きい長方形の面積から小さい長方形の面積を引けばよいということですので、 S イコール X プラス5、 X プラス3の長方形の面積から5、3の長方形の面積を引けばよいということで、これは X プラス3、X プラス5の掛け算マイナス3かける5、これを展開しまして X の2乗プラス 8X プラス15マイナス15、15が消えますので答えは X 2乗プラス 8X センチメートル、平方センチメートルというのが括弧5番の答えとなります。これを踏まえまして括弧6番に入ります。括弧6番は S が15以上の時、 S というのは先ほどのこの斜線の面積ですね、15以上の時 X の取り得る値の範囲を求めなさい。これが問題になります。 S は先ほど求めて X 2乗プラス 8X になってますから、ここに代入して これを満たす X の範囲を求めていくというのが答えになります。ただし X は長さですので、正ということになります。それではこれをいろいろ方法ありますけれども、ここでは数字も簡単ですのでそのまま平方完成しながら進めていきたいと思います。 X 2乗プラス 8X 最終的に X プラスこれの半分ですから4の2乗に最終的にはなってまいりますので、4の2乗になるためにはここは16を足しておけばいい、16を足しておけばよいというふうになりますので、ここは31、これをそのまま因数分解してみましょう。 X プラス4の2乗マイナス、これはルート31の2乗、これが0以上だということですね。そうしますと X プラス4プラスルート31、それから X プラス4マイナスルート31ということになります。これを満たす X の範囲というのは X イコールマイナス4マイナス31よりも小さく、これはマイナス4プラス31よりも大きいというのがこれを満たす X の範囲になります。ただ X は正ですので、従いまして X は正ですので X の範囲としましてはマイナス4プラスルート31、これが X の求める範囲ということになります。今回の問題のポイントとしましては、まあ最初の括弧5番につきましてはそれぞれ表したものを計算できるかどうか、括弧6番の方は5番の結果を踏まえてここからいろいろなやり方ありますけど、今回は普通に計算、平方完成を進めてそのまま、展開してで、そこから X の値を求めるというようなオーソドックスな方法ですけどやってみております。以上で解説を終わります。ありがとうございました。